はい、皆さんこんにちは、吹奏楽チャンネルホルンビーキ with ゆかちゃん先生、ヤモリ金魚ことヤモ金魚です。イエーイ。吹奏楽の吹奏楽による吹奏楽のためのチャンネルです。ホルン情報多め、ヤモリ金魚の独断と偏見で成り立っております。さて本日はですね、なんと特別ゲストゆかちゃん先生です。どうも、ゆかちゃん先生です。ゆかちゃん先生は中学校の、吹奏楽部の顧問をされております。どんな学校ですか？昔勤めていたところは金賞、県大会、東海大会まで行きましたね。あー、素晴らしい。はい、こうなんかもう素人って言ったら失礼なんだけど、音大とか出てないもんね。あ、全然出てません。それでも金賞には導けると。そうですね、やる気さえあれば、うん、精神が 98% ですね。吹奏楽は精神が 98%。 そうです。で、本日のテーマなんですけれども、賢い子にはパーカッションをさせろ、イエーイ。え、ゆかちゃん先生の学校は全部先生が楽器を決めてる？一応ね、希望は取るんですよ、うん、第一希望から第五希望まで取るんですけど、まあ、最終決定はゆかちゃん先生ですね。じゃあその第五希望に、書いてないものが当たったりもする？あ、もちろんします。それは最初に説明は一応するんですけどね、うん、向き不向きがあるので、やはり上手くなったら好きになるって言うじゃない、うんうんうん、まあ、それでね、うまくなる楽器を選んであげたいっていう気持ちがあるわね、うん、それパッと見て分かるもん、生徒がこの子はこれが向いてるっていうのは。テストみたいなのをするんですよ、うんうん、マウスピースとかリズムとか、うんうん、歌とか、そういう、うんうん、そういうのでね、選んでますね。例えばそのマウスピースが苦手っぽかったらもう一回に回ってもらうとか、そういう。そうやね、なんか吹ける子はもうトランペットのマウスピースとかを最初から吹けたりする子もたまにいるんですよ、うん、そういう子はもうトランペット、あ、先にトランペットとパーカッションはもう先に決めちゃうっていう感じですね。マウスピースが1回で鳴った子をもうトランペットにしちゃう？そうね、鳴り方もあるんだけど、だいたい鳴らせる子はしちゃうね。へー、うん、やっぱトランペットが上手くないと吹奏楽上手く聞こえないじゃない、うん、そうですね一番最初に耳に入ってくるよね。そう素人でも分かるっていうか。そうなんですよ、金賞とか取っていく上で、うん、トランペットめっちゃ必要なんで。性格関係しない？あ、めっちゃするよ、うん、ちょっとチャランポランというか、あ、うん、真面目すぎない？真面目すぎない子がいいね。なんていうの、萎縮して鳴らせない子って、うん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 、本番うまくいかない子もね、練習で吹けててもそれはとても言えてる。自信家っていうか、ちょっとおバカさんの方がいいの？自信家、自信家がいいよ。あ、じゃあ自信家のあなたはトランペットが向いています、うん、そう、はい、自分うまいうまいって言い聞かせれる子はトランペットが向いてます。あ、で、我らホルンは？ホルンはやっぱり唇かな、薄い方が向いてるかな。歯並びとね、歯並びがよくて で唇が薄いと、うん、ホルンが向いてます、うん、トランペットも薄い方がいい？そうやね、なんかトランペットは鳴る鳴らないがあるから、うんうんうん、プロの先輩がいて、その先輩はめちゃくちゃうまいんだけど分厚いから、うんうん、まあ難しいよねその辺は、うん、トランペットは、うん、私思うやけど、その身体的なこともあるんやけど、うん、好きな楽器やる方がいいと思うよ。そう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 、うん、自分唇分厚いけどトランペットやりたいんやったらやるべし、うん、と思います。そうです、第一希望から第五希望まで、うん、全部トランペットって書いてきた子が過去に2人いたんだけど、うん、もうその子はもう迷わずトランペットにしてあげました。じゃあ生徒のみんな、第五希望まで聞かれてどうしてもやりたい楽器があるんだったら全部同じのを書いてみよう通るか分からんけどやってみてそうしよう。で、本題ですが、やっと本題長かったなパーカッションは
賢い子がいいの？そうですね。なんかこれはわしとても尊敬する先生から聞いた話なんだけど、うん、パーカッションってやっぱ一人で練習することが多いし、うん、合奏とかでも仲間外れになったりとかすることってあるじゃない。基礎練習とかでもハーモニーとか合わせてたら、うんうん、パーカッション何すんねんっていう話やん。うんうんうん、その時に自分で考えて練習をできる子、うん、だから賢い子がいいよっていう風に教わったんで、うん、その年で一番賢い子をパーカッションにしてました。それは何、成績を見るの？成績です。あ、そう。でもなんか賢さとさちょっと違うくない？うんうんうん、違う違うけど成績で成績でいます。サボる子はあんまり向いてないかな。練習好きで自主的に、うん、自分でいろいろ見つけてできる子。そう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 、うん、まあサボってる子も別にいいんだけど、うん、上手くならないよね。まあ全部の楽器なんだけど、ね、全部の楽器なんだけどね、うん、サッカーでいうなんとキーパーみたいじゃない？あ、そう、第二の指揮者って言われてるよね。ティンパニーとかで何の指揮者です。そうです。なんか私一番なったら辛いのパーカッションかなって思う。あー、わかるわ、うん、成績一番良くても実際自分が中学校の時はパーカッションを希望に入れたんだけどね、うん、今パーカッションだったら続けてないかもしれないな。大体パーカッションも人気なんだよね、知ってるのが。ドラムが人気だね。賢い子にはパーカッションをさせろという流れになります。なので選ばれた君は先生に賢いと思われてる可能性がありますよ。そうです。はい、ということで途中トラブルがありましたが、はい、では、またお会いしましょう。バイバイ。この動画が気に入った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。